渡辺直美、平野紫耀とのコラボは2083年を予定しています。目を見て喋らないキラキラ感に緊張とろ。こんにちは、皆さん。渡辺直美と平野紫耀のコラボに関する興奮をお伝えします。これからの60年間、私たちは彼らのコラボを楽しみに待ちたいと思います。渡辺直美が9月12日に自身のインスタグラムで行ったライブ配信で、平野紫耀とのコラボについて言及し、 その緊張と期待について話しました。渡辺直美、平野潮とのコラボは、心の準備が必要。ライブ配信中、渡辺直美はファンから寄せられた平野潮とのコラボのリクエストに答え、2083年を予定しています。本当に私の心の準備が必要なので、と冗談混じりに答えました。そのコメントには、笑い声が溢れ、渡辺直美のユーモアのある一面が垣間見えました。しかし、 渡辺直美は平野耀とのコラボに対する緊張を隠さず、次のように述べました。平野くんとまず喋れない。目を見て喋れない。画面越しでも実際会っても喋れない。だけど話したい気持ちはあるとのこと。彼女はさらに、自身の緊張を明らかにし、文字を打つ手が震えるほどだと告白しました。それでも、彼女のファンとしての熱い思いが、その緊張を乗り越える原動力となっています。平野耀 生配信で渡辺直美に会いたい。渡辺直美と平野潮のコラボに対する期待は、平野潮自身からも高まっています。8月14日にいったインスタグラムの生配信で、平野は渡辺直美の名前を挙げ、個人的にすごい渡辺直美さんに会いたいんだよねと告白しました。過去に音楽番組でのコラボで人見知りをしてしまい、うまく話せなかった経験を語りましたが、 その後も8月24日のインスタグラムストーリーズで、ナオミちゃんとコラボしてほしいですとのメッセージに対し、積極的な姿勢を見せています。キラキラ感が魅力の一員、渡辺ナオミは、平野の仕様に対する魅力についても言及しました。タイプとかじゃないんだけど憧れの先輩みたいなキラキラ感があるんだよね。ファンとして、すっげーキラキラしてるやんみたいな感じ。みんなタイプでしょ。それで言ったら、 みんなのタイプ平野と絶賛しました。そのキラキラ感は彼女にとってあまりにも魅力的で本当に目を離せないほどの輝きがあると述べました。彼女はさらに視聴者との交流を大切にし、コラボについて気長に応援してくれたら嬉しいと思っていますよと伝えました。渡辺直美と平野紫耀のコラボは多くの人々にとって待ち望まれているものであり、その瞬間がやってくるのを楽しみにしていることでしょう。 渡辺直美と平野耀のコラボに関する興奮は、彼らの個性とファンからの熱い期待から生まれています。60年後、2083年に実現するであろうコラボに、私たちは胸を膨らませて待ちたいと思います。渡辺直美と平野耀の緊張と期待が、その瞬間をさらに特別なものにしてくれることでしょう。 最後に、渡辺直美と平野紫耀のコラボを心待ちにしている全てのファンに感謝の気持ちを込めて、この記事を締めくくりたいと思います。渡辺直美と平野紫耀の未来のコラボに乾杯しましょう。